ヨーロッパ文化の源流1ギリシャ神話オリンポスの神々その1ギリシャ神話とは何か現在でもギリシャ神話は聖書と並んで西洋文化の源流として重要な位置を占めます文学や音楽絵画のモチーフとしてまた言葉の起源や 星座の名称として日常生活に深く根付いていますでは、このギリシャ神話はいつ誕生したのでしょうかギリシャ神話は、紀元前20世紀から15世紀にかけてエーゲ海南部に位置するクレタ島に栄えたヨーロッパ最古の文明であるミノス文明に始まります ミノス文明の名はギリシャ神話に登場する古代クレタの伝説的な王ミノスに由来していますこの絵は何を描いているのでしょうかタイトルは「エウロペの略奪」お牛の背中に乗っているのがフェニキア王の娘エウロペですなぜ、 ここれが略奪かというと、いうのの牛、牛実は牛に変身したゼウスなのです。エウロペに一目惚れしたゼウスがお牛に変身してエウロペにそっと近づき奪い去ったのですそしてゼウスとエウロペの間に生まれたのがミノスなのですミノス王は クノッソスの都を創設し宮殿を築いて営業界を支配したとされますまた神話によればミノス王は人神牛頭の怪物ミノタウロスを遊兵するために迷宮ラビュリントスを作らせたと言われますそして神話に登場する迷宮 ラビュリントスを放出させるクノッソス宮殿跡が20世紀初頭イギリスの考古学者によって発掘されました発掘したのはイギリスの考古学者アーサー・サエヴァンズ。クノッソス宮殿跡は1,300もの部屋が複雑に入り組むまさに迷宮でしたしかし ミノス文明は大きな自然災害によって衰え文明の中心地はクレタ島からギリシャ本土に移ります紀元前15世紀から紀元前12世紀にかけてペロポンネソス半島のミュケーネを中心にミュケーネ文明が栄えます。このの文明の下で、ギリシャ神話は、 ギリシア本土に広がりミュケーネテーバイアテネがギリシャ神話の舞台になっていきます。ちなみにミュケーネ文明の存在は19世紀後半のシュリーマンの発掘によりますがその時シュリーマンが「アガメムノンのマスク」と名付けた黄金のマスクも 発掘されていますギリシャ神話は以上述べてきたクレタ島のミノス文明で誕生しニュケーネ文明でギリシャ本土に広まりましたがあくまででで語られていたた伝説でしたそれを今も残る最初の文学作品にしたのが紀元前9世紀の「盲目の詩人」 ホメロスです代表作はイリアスとオデュッセイアイリアスは10年にわたるトロヤ戦争の最後の50日間の出来事を描いていますまたオデュッセイアはトロヤ戦争の英雄オデュッセウスが故国に帰還するまでの苦難の道のりを描いています これはルーブル宮殿の天井画として注文されたアングルのホメロス山・偉人や近代の芸術家からその業績を称えられるホメロスが描かれています勝利と栄冠の偶意である天使が月経冠をホメロスに与えていますホメロスの足元に 二人の女性がいます。彼女たちは彼の作品イリアスとオデュッセイアの擬人化です。このようにアングルは文学作品を擬人化するという斬新な発想でこの絵を描いたのでした。これはトロヤ戦争の一場面、ヘクトルを殺害するアキレウス。 を描いたルーベンスの作品ですヘクトールはトロヤ最強の勇者またアキレウスはギリシャ最強の勇者でホメロスの作品「イリアス」の主人公ですこれはルーベンスの「アキレウス」を川につけるテティスこの川は普通の川ではありません 冥界を流れるスティクス川女神テティスはなぜ幼子アキレウスをスティクス川につけているのでしょうかアキレウスは女神と人間ペレウスの間に生まれた英雄ですが神ではないので不死ではありません死ぬ存在ですそこでテティスは 冥界を流れるステュクス川にアキレウスをつけることで、不死の存在にしようとしたのです。しかしかかとを手にして水につけたため、その部分だけ水を浴びませんでした。そのため、そこがアキレウスの唯一の弱点となってしまいました。これがアキレス腱です。 これはルーベンスの「アキレウスに矢を射るパリス」トロヤの「パリス」によって唯一の弱点であるアキレス剣に矢を射られるアキレウスが描かれています。ホメロスの「イリアスは」はこうしたアキレウスを主人公としてトロヤ戦争を描いているのです。紀元前8世紀になると 農民出身の詩人ヘシオドスがギリシャ神話の主な物語を記した叙事詩を表します。代表作は新陶器と仕事と火。新陶器は世界の始まりと神々の誕生を描き、ギリシャ神話の神々の系譜の基礎となりました。また、 仕事と火にはプロメテウスやパンドラの話など人間の誕生にまつわる重要な神話が物語られていますこの絵はギュスターヴ・モローヘシオドスとムーサ縦とをもって歩む若き詩人ヘシオドスと 霊感を与える女神、ムーサが描かれています。ヘシオドス、新道記にこうあります。オリュンポスのムーサ、シーカの女神たちは、私の身の内に神の声を吹き込まれたのだ。これから生ずる事柄と昔起こったことを褒め歌わせるように。ムーサとは、 ギリシャ神話で文芸を司る女神たちで、英語のミューズの語源です。このミューズから、ミュージック、ミュージアン、アミューズメントなどの語が発生しました。この二人の著作により、古代ギリシャの人々は、ホメロスとヘシオドスが、 神々のことを教えてくれたと考えていましたホメロスとヘシオドスが残したジョージシはギリシャ神話と呼ばれる文学作品として最も重要なものですがそれでもギリシャ神話のすべてを語り尽くしているわけではありませんギリシャ神話をベースにした作品はこの後も数多く登場しますが 紀紀、元前5世紀アテネにおける悲劇詩人たちの活躍でそれまで叙事詩で語られていた神話の内容がさらに深められギリシャ神話が完成します中でも三大悲劇詩人と呼ばれるのがアイスキュロスソポクレスエウリピですアイスキュロスの代表作はミュケーネオーアガメムノンとイスキュロスの代表作はミュケーネオアガメムノンと その子孫にまつわる悲劇、アガメムノン三部作。ソポクレスの代表作は後にアリストテレスが悲劇の最高傑作と絶賛したオイディプス王エウリピデスの代表作は裏切った夫イアソンへの復讐のため実子を殺したメデイアの悲劇メデイアです。 これはドラクロアのイカエル・メディアイアイアソンはメデイアを裏切ってコリント王女グラウケと結婚しますメデイアはイアソンへの復讐のため毒を塗った結婚衣装でグラウケを殺害するだけでなくイアソンに後継ぎを残さないように イアソンとの間の二人の息子を殺害するのです。ドラクロはその場面を描いているのです。紀元前4世紀後半には、アレキサンドロスの東方遠征によって、ギリシャ神話は世界に広まります。ヘレニズム時代です。ヘレニズム時代の代表的作品といえば、 ルルーブル美術館の至宝ミロの「ヴィーナスや」やミケランジェロが「芸術の奇跡」と絶賛したバチカン美術館の「ラオコーン」などです。ホメロス「イリアス」の中の一場面で神官ラオコーンと二人の息子が大蛇に絞め殺されようとしています。 紀元前146年にギリシアがローマ帝国の俗称になると古代ローマ人は古来崇拝する神々の物語をギリシア神話と結びつけローマ神話が誕生することになります代表作はウェルギリウス・アイネイスこれは トロヤから脱出したアイネイアス一家がローマ人の祖となる。叙事詩。ローマ帝国の成立を記念するために企画された国民的叙事詩です。出版を命令した人物はこの男。初代ローマ皇帝アウグストゥスです。アイネイスの主人公はトロヤの英雄。 アアイネイアストロヤ戦争で祖国が滅んだ時神明に従って逃れ苦難の末イタリアにたどり着きますこれはバロックを代表する彫刻家ベルニーニのトロヤを逃れるアイネイアス一家アイネイアスが担いでいるのが父アンキセス 足元にいるのが息子のアスカニウスですこれも同様の場面を描いていますローマの建設者はロムルスです狼の父で育てられた話は有名ですよね母親はレア・シルビアその祖先が トロヤの英雄アアイネイアス。そしてアイネイアスの父はアンキセスですが母はというとなんと女神ヴィーナスなのですさらにロムルスの父親は軍神マルスギリシャ神話のアレスですそしてアレスは神々の王ゼウスと 女神の女王ヘラの子なのですこのようにローマ建国者ロムルスは父が軍神マルス祖父がゼウス祖母がヘラそしてヴィーナスも祖先に持つという何ともすごい血統なのです戒めや教訓ともされたため ギリシャ神話には嫉妬や葛藤といった重い要素も多く織り込まれていましたがローマ神話ではより娯楽的な要素が強調されました。特にオイデュースによる「叙事詩変身物語」は動植物などに姿を変える神々や人間のエピソードを集めたロマンチックな作品で文学や演劇はもちろん 絵画や彫刻、音楽に至るまで、囲碁の芸術家たちに多大な影響を与えました。例えば、この彫刻はベルニーニのアポロンとダフネ。アポロンから逃れるため、ダフネは月経樹に変身しました。これも有名なポンライウォーロの 作品ですこれはカラバッジョの「ナルキッソス」。オイリウス変身物語にこうあります。こちらが水に唇を差し伸べるたびに彼も仰向けになって口を差し伸べてくるのだ。類ぐまれな美少年よどうして私を欺くのだ 追い求める私を振り切ってどこへ去ろうというのかナルキッソスは顔もに映る自分の美しさに恋焦がれて死に水仙の花となりますこの話からナルシズム自己愛という言葉が生まれました欧米では長い間にわたって変身物語にある話が 一般的なギリシャ神話であるように扱われてきましたそしてルネサンス以降の芸術家たちは変身物語をよりどころにして数多くの作品を残しましたそのため主な神々のギリシャ神話名とローマ神話名、英語名の対応関係を知っておく必要がありますゼウスはユピテル ジュピターヘラはユノジューノアルテミスはディアナダイアナアレスはマルスマーズアフロディーテはウェヌスヴィーナスヘルメスはメルクリウスマーキュリーアテナはミネルワミネルヴァヘパイストスは ウルカヌス、バルカン。クロノスは、サトゥルヌス、サターンです。